はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は提督の決断パブギット、空母禁止プレイ続きをやっていきたいというふうに思います。前回ですね、なんとか、地中海のドイツ軍の救援を行いたいということで航海に突入したんですが、損害を受けたというところなんです。なんかちょっと変な感じになっちゃいましたけども。とはいえですね、すでに、もうここのドイツ軍、かなりピンチです。残った艦艇はこの2隻のみというところなので、やっぱりこの救援はどうしても行わなきゃいけないねということで、東地中海に突入をします。で、そのための艦隊再編しました。第一艦隊、数は減っています、当然ですが。第2艦隊、ここもね、戦艦は、もう、大和型、これが投入できないという厳しい状況です。第8艦隊に至っては、従順、軽順、駆逐艦のみ。で、第9艦隊はもうこれね、ドック行きの艦隊です。これは一度インド洋に入れてドック入りしましょうと。で、退路を断たれないようにアラビア海に進出する艦隊としては、この第3艦隊。これを出します。第10艦隊はね、今ドック入りになっています。なので、航海から先に進む艦隊と、インド洋方面への進路を確保する艦隊、第10艦隊ですね、これをアラビア海に進出させましょうということになります。増援としてはこちらの第5艦隊ですね、今沖縄沖進行中ですが、この第5艦隊を、さらにアラビア海方面へ進出させていきます。で、もう一つ変更点としてはですね、新しく戦艦一隻設計しました。その名も天下無双型。これ見てもらうともう化け物なのがわかると思うんですけど、まず装甲はオールマックスで、対艦攻撃力、対空攻撃力ともに A です。特に対空攻撃力は4連装の攻殻砲20機、半端じゃないですよね。4連装20機です。さらに機銃は255門で、主砲は51センチ砲が前32門です。32、後ろ10。副砲は、3、3、8、3というところですね。では、これをね、設計完了したら天下無双型を超大和型に代わる主力戦艦として、使っていきたいと思います。内政はもろもろ終わってますので、このまま時間を進めましょう。まずは東地中海を取ろうと。いう戦いですね。航空機、200機以上いるところになりますんで、なんとかね、東地中海取りましょう。小型ディーゼル機関の参加、これ完了は大きいね。では艦隊を進めていきます。ちょっと待ってね、おかしなことになってる？なってるね。いや、なってない、大丈夫だね。第3艦隊はちょっと待って、第3艦隊さ、もうここまで来たなら一回航海に入れちゃおうよ。で、航海で再編しよう。それの方がいいよね。なのでちょっとこのままもう一旦進めさせてください。すいません、ちょっとグダグダになっちゃいましたけど。で、物資援助は足りてないのは、アルミが足りてないので、ドイツにアルミを供与して、スパイ活動は、十分ですね。じゃあ、ターンを進めましょう。で、潜水艦ですね。新しく一隻可能というところと、あと、零戦の22型、ゼロ戦の22型です。で、同じく零戦の52型。これが開発可能になってますが、使わないんでね。空母なしなんで。で、さらに1900。いや、近藤さん、元帥からさらに高みに上るか。今回は2ヶ月で東地中海攻略を選択して、で、これで航海にいる艦隊が、だいぶ充実しましたね。越前に提督乗せる。越前に誰乗せる？といっても、大将以上ってあんまりいないんで、越前に乗せる提督は栗田さんを乗せましょう。で、第8艦隊と第3艦隊をガッチャンコします。
これでいいね。で、第8艦隊は一旦アラビア海に戻しましょう。で、これでいよいよ、第1、第2、第3、それぞれの艦隊が戦える状態になりましたので、これで東地中海に突入。安心できるね。まあ、戦艦の数が少し足りないので、火力不足、基地攻略に時間がかかることは予想されるんですが、それでもだいぶ気持ち的に楽になります。で、さらに後続の第5艦隊もやってきているし、ドック入りの艦隊も続々と修理が進んでいます。じゃあこれで本当に東地中海、ドイツの救援を行いましょう。戦力比較はどうなる？敵の艦隊はいない。となると、基地攻撃だ。ね。日没とともに出撃していきましょう。まずは、第一艦隊。第一艦隊は早々に、シチリア島と思われる場所に進出しちゃおう。で、第二艦隊は、一番遠いところ。で、第三艦隊は一番近いところ。これをね、それぞれ攻撃に向かわせます。で、夜なんで、偵察機が飛ばせないんで、一旦放置ね。さあ、では時間を早めていっちゃいましょうか。敵の艦隊もいないと思われるんで。いや、敵の航空機は飛んでるね、早くも。夜間の爆撃機がもう動いてんだな。恐ろしいことに。残りの飛行場はとはいえ1個だ。沈んだ艦艇がなければ大丈夫だね。あ、一隻沈んでる。岩手が沈んでるけど、まあまあ同じだね。一隻だけだったら。まあほぼ完璧なシナリオで進みましたね。お、追尾魚雷か。これは嬉しいな。魚雷はね、決定的なダメージ与えるのにすごく有効なので。では、ようやくこれで、地中海の敵、艦隊から、イタリア海軍、ドイツ海軍を守ることができそうです、というとこですね。で、さらに、アラビア海にいる艦隊、ちょっと待ってね。東地中海にいる艦隊ダメージ受けてる？まあそれなりに受けるような。ゼロってことはないよね。やっぱ砲撃戦する以上は。空母だとゼロってこともあるんですけど。そしたら、もうちょっと待つ必要あるものの、第5艦隊、第8艦隊。この後マダガスカルは取っておきたいよね。なのでマダガスカルに攻め込みたいんですが、イタリア近海でちょっとドック入りして回復させる必要はある。あれどうだったっけ。そもそも味方の海域のドックって使えるんだっけっていうのがあるな。ちょっとそこは要確認ですね。まあ、ただいずれにしても順調に来たので、次はマダガスカルを取って、マダガスカルで敵を迎え撃つっていうね、そういう三段を取りたいな。で、艦隊は東地中海から地中海、イタリア近海侵入できるので、ここから イギリス軍をね、駆逐していきましょう。残ったイギリス軍の拠点は2つです。マダガスカル、それにジブラルタル。この2つなんで、先にこのね、イギリス軍を倒しちゃいましょう。で、この
アメリカ軍のね、西海岸むちゃくちゃ硬いと思われるので、ここはもう一旦放置。とにかくハワイを増強して、なんとか守り切ろうという作戦ですね。そうなると第6と第7はもうガッチャンコしちゃいましょう。まあ、第7に関して言うと、ほとんど使えない艦艇って今なってますが、これでいいかな。んで、次回はですね、まあ一つはマダガスカル、でもう一つは西地中海というところを攻略していきたいというふうに思いますので、今回は少し短めですが、まあ、天下無双型の戦艦が待ち遠しいなというのを思って、終わりにしたいと思います。最後まで、ご覧いただいてありがとうございました。また次回も応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。